ドジャース山本由伸が、07年松坂大輔以来、ワールドシリーズでは日本人17年ぶり2人目の勝利投手となった。史上初の MVP と3年連続沢村賞という実績を引っ提げて海を渡った山本だが、海外での生活は初。英語は全然話せないと少なからず不安はあったが、意外な場所で自信をつかんだ。昨年12月、ロサンゼルスで日系スーパーのミツワマーケットプレイスに立ち寄った。お惣菜がすごく揃っていてと日本のような雰囲気に少し気分が上がったという。実際は専属シェフがいるため、本格的に現地に暮らし始めてからは足を運ぶ機会はなくなったが、米国の食生活に苦労していた記者を見かね、ミツワに行ってみてください。何でもあるんで余裕っすよと教えてくれた。ハイブランドを着こなすおしゃれ上級者でありながら、庶民派な一面まで。マウンド上では見せない柔らかい雰囲気も山本の魅力である。アメリカの日本系スーパー全く知らなかったから、少し興味湧いたわ。スーパー玉でみたいな店もあるんかな。庶民的なスーパーは虹屋です。アメリカに行くといつも利用してます。ソフトクリームも安くて美味しいです。ミツワは庶民のスーパーではないですわ。すごくお高いし庶民には向いてない貴族の店ですわよ皆様。ぜひ山本には虹屋にも行ってほしいな。本当のアメリカ庶民の生活を経験できるよ。でも基本的にはチームの用意したところで済ませそう。でもお高いんでしょ。日本で買うよりも高そうなイメージがある。それだけ美味しいならいいんだけど。山本自身は高いのかどうか分かってない可能性はある。値札を見ずにいくらでも買い物できるだけの金はもらってるからね。今は円安の影響もあるから下手をすると日本で買う値段の倍近くするんちゃう？輸入しているものは関税などしょうがない部分はあるけど、搾取されているように思うわ。お惣菜って日本のスーパーで売られているようなものと、同じようなクオリティのものが食べられるならありじゃないかな。お惣菜が揃っているってだけでテンションが上がる山本を見るって考えると、少し笑顔になってしまったわ。英語を全然話せないって言ってるけど、今はどうなんやろ。まあ生活に不自由しない程度には喋れているのかな。ワールドシリーズのヒーローインタビューでは通訳使ってたな。日本語で答えてたところ見るとまだ学習中な感じかな。専属シェフがいる生活、想像できないな。栄養面でも問題なさそうだからこれからの山本にも期待やな。記者の食生活にも気を使える山本の人格面もよく出てるいい記事だと思ったわ。庶民的な一面って言うけど、コンビニとかでプロ野球選手と遭遇したって話もよく聞くから割とあるんじゃないかな。唐揚げ弁当注文してた佐々木の記事思い出したわ。吹き出したコーヒー返せ。向こうの生活は向こうに住んでみないとわからないことが多いからな。次の登板があるかまだわからないけど、山本には頑張ってほしいと思うわ。